タイの三画像は三画を恩赦した、僧画の略で仏教の戒律を守る。男性の出家修行者である、ビクと女性の出家修行者である、ビクニの集団のこと。仏教の見本の一つ、在家信者を含めた教団を僧とは呼ばず、出家者が四人以上集まった時僧となる。男性の出家修行者の集団をビク像と言い,い、女性の場合はビクニ僧という、衆あるいは和合衆と訳される。 今日では、僧佳に属する、人々の意である僧侶が転じて、個人を僧と呼ぶことが多いが、原義として、僧とは開始により、親しく具足解を授けられ、これを守る出家修行者たちの集団そのものを、集合的に指す。古代インドでは、仏教に限らず、バラモン以外の出家者、遊行者のことを、一般に、モ門と呼ぶ。その中でもこの仏教の僧がの正式な構成員は、 男性であれば、ビク、女性であれば、ビクニと呼び表される。詳細は、草賀を参照草賀は、一般に、相談と言い換えることもできるが、釈迦当時の時代はもちろん、現代においても、神座部仏教、大乗仏教、密教を問わず、在家信者を含まない純粋な、出家者たちの共同体である。しかしながら、日本仏教の各宗派の教団は、実態においても、 競技場からも、具足界を保つ複数の出家者が存在しないため、定義上僧伽ではない。元々の意味は、集団や集会であり、仏教以前の時代の古代インドでは、自治組織を持つ、同業者組合や、貴族による、共和生態なども、参画と呼んだ。詳細は、ビクおよび、運水を参照ビク。ビクには、出家者における男女の区別によるが、 いずれも、愚束会を受けた、出家修行者を指す。その元の言葉は、古事記を意味している。出家者として、全く生産に従事しないビク、ビクには、他者から伏せされるものによって、生活を維持している。衣は、紛争意を起し、食は、宅発によって得たものを食し、銃は、森林や園林に生活したのが、これら出家者であり、現在でも、比較的これらに近い生活形態は、 東南アジアのジョーザブ仏教圏で見られる。また、大乗仏教圏でも、卓発は今も生きていて、中国や台湾でも見かけることができるが、現在の日本では形式化してしまっていて、それで職を得ているわけではない。総賀に属してはいるが、具足会をまだ授けられておらず、総賀の正式なメンバーとなっていない、見習い像、小像は、男性であれば、シャミ、女性であれば、シャミにと呼ばれる。 仏教の在家信徒は、三期絵会と五会、八再会の三種類の会を守ることが求められるが、このシャミ、シャミ二には代わりに三期絵会とシャミの十会やシャミ二の十八会が授けられる。彼らは通常二十歳になって愚俗会を授けられることで、正式な僧がのメンバーである美久や美久二となることができる。釈迦の不況によって、 彼の教えに帰依する出家修行者は増加していき、それぞれ5人から20人程度の小単位に分かれて活動を行うようになった。このような集団を厳善総賀と呼ぶ。ところが、厳善総賀の活動が活発になると、総賀自身の統制、さらに相互の連絡等の必要が生じ、やがて司法総賀と呼ばれるような総賀全体の組織が必要となってきた。これが、 今日の一般的な意味における相場である。釈迦の死から100年後の第二回結集における根本分裂以降、それぞれの考えの違いから相場は分裂していき、部派仏教の時代に入る。各部派はそれぞれに独自の阿弥陀マを表して、協議を明確化していき、最終的に約20程度の部派が成立することになった。紀元前後から独自の協定を持った。 大乗仏教が成立すると、彼らは、在来の層を、正門層がと呼び、大乗の僧を、菩薩僧がと呼ぶようになった。悟った聖者の集団を、聖者層がと呼び、美保の一つとしての僧はこの聖者層がであるともなされ、一般の層を、凡夫層が、世俗層がとも言う、後世、大乗仏教には、仏、法、僧の美保を一体と見る一体三法の見方が現れ、 それまでの別体三法官と別の見方が主張された。後世、中国や日本では相談に属する個々の出家者を、そうというようになった。日本の仏教においては、奈良時代に至り、当から立州の元人によってもたらされた、法蔵部の四分律と、それに基づく、会談、受会制度により、正式な総画が,が成立した。朝廷も、租税、軍役の指導を取り締まるために、 それを積極的に活用した。しかし、平安時代に至り、中国から天台宗を移植した日本天台宗の海祖最長が、大乗経典の盆毛行の書面と、それまで中国天台宗にはなかった解釈に基づく解放を、北家三部行に数える、官府元母殺行法行をもとにして、筆樹により監督して提唱し、時の朝廷に出願した。最長の没後、 公認13年に最長への追悼の意味から、朝廷も公認し直境を得て、翌年の公認14年に延暦寺の一上士官員において、弟子の工場を筆頭とする14名の大乗会談による受会が行われた。これより、比叡山では、旧来の会立である、愚足会と数種類の大乗会を併用する体系的な解放を無視した、熊良重役とする盆毛業による、 大乗会の、盆謀会のみに基づく、大乗会談による受解を行うようになり、いわゆる日本仏教独自の、具足会を持たず、正式な層を持たない宗派が生まれた。ただし、誤解のないように記しておくが、最長の唱えた、大乗会談の基礎となる、大乗の、盆謀行には重々近階として、殺生会により生き物を殺すことと、その原因となるすべての行為を禁止し、女盆と、 その原因となるすべての行為を禁止し、酒の売買と飲酒の原因となるすべての行為を禁止し、さらにそれらを含む重重近海のどれかに違反した際には、創籍に加えてすべての資格を失い仏教徒ではなくなるとしている。また、かつての比叡山においては、大乗階段で出家した僧は、十二年にわたる老山の後、下山する際に、愚足会を授かってから、 比叡山を離れるのが通例となっていた。それゆえ、盆謀会が生きていた時代には、女盆や飲酒等の行為は、大乗会談の層には、最長の直筆による参加学生式により、あってはならない行為と規定されていた。やがて、鎌倉時代に至ると、天台宗から派生した各宗派が普及するに従って、縁鈍会などの身受け持ちする僧侶が多く現れた。その中でも日蓮は、 最長に固くされる、末法透明記を信じ、それを転居として、末法向かいを主張し、いわゆる末法の世の中においては、美穂に対する規恵は、元より、すべての戒律を必要とせず、釈尊や美保、本尊の名前に変えて、題目を唱えることを主張した。また、美穂のうちの僧佳を伴わない、浄土真宗のような宗派も生じた。それに倣って、本来は、愚足界を守る。 はずの宗派も、会律の形外化が著しく、先の盆謀会の抜け道となる断食を行い、加えて再退する僧侶も数多くいた。しかし、その一方で、映ンを外する信言、立宗のように、自徳の会である自由形受会による愚足会を復興しようとする動きも一部ではあったが、鎌倉時代以降は、会律が形外化する全体の流れを変えるまでには、至らなかった。 こうして、愚束会を授けられず、また、授けられても容易に破壊をしながら、装飾を営む祭祀者が大多数を占めるようになり、日本では、慣習として、このようなもののことも一般に僧侶と呼ぶことになるが、上述した、美久、美久の定義からすれば、彼らを僧侶と呼ぶのは誤りである。江戸時代に至ると、政治的には、統制が厳しい江戸幕府のもと、装飾者の肉食と祭退が、 国宝などでは禁じられ、仏教側からは、英存以来の戒立復興運動が実を結ぶ形で、最低限の規律は守られるようになったが、本来の戒立や僧侶を復興するまでには、至らなかったとの評価もある。この時代に、戒立復興運動を行った人物としては、禅宗では、大幕州の海祖であり、中国の皇帝の死でありながら、元人と同様に栄誉を捨てて、 日本にトライして、全密相治や、全清志相治等の特色を持つ中国禅に、加えて、当時の出家会を伝えた、因玄禅寺が挙げられる。因玄禅寺が伝えた、中国流の具足会と出家作法は、京都を中心とする一帯の仏教教派の注目を集め、相当州や臨済州の復興に役立っただけではなく、将来の文物は、書道、戦茶道、 不茶料理、人間ンン豆等、後の鉄岩和尚の大爆板大蔵教と共に、日本の仏教に多大な影響を与えた。また、同時代の新言集には中国にわたって、直接、具足解を伝えた人物もあり、後には、正法律を提唱した、自運尊者や、女法新言律を提唱して、生涯において三十数万人に正しい感情と、 戒律を授けた、清志源里志が活躍した。そして、天台宗でも改革が行われ、当時の中国密教を長崎の出島において中国像から学び、その体系的な戒律を天台宗に初めて伝えて、受解の本尊となる、純比下げ仏母法を、尾張や江戸で広めた、剛、牛織氏などが知られる。近代に至り、政教一致や寺院民営化。 脱亜入王の立場から、日本では、明治政府が、明治5年4月25日交付の大上官布告第133号、僧侶肉食再退蓄発さもとのことを、布告、僧侶の再退、肉食等を公的に許可した。こうして、装飾者に対する国法による、多律的縛りはなくなり、本来の特度の意義や、制度も失われて形外化した儀式のみが残り、 僧伽の原理とは全く反対の意味を持つ、職業化したり世襲化したものが僧侶として公然と存在することができるようになった。そしてそのような僧侶が集団を運営しているのが元凶である。なお、戦前に、戒律、僧伽復興運動をした人物としては、新言宗の釈運症、さらには、そのおいで、スリランカに留学し、日本人初の上座部仏教徒と,となって、 日本で、釈尊昌風会を組織した、釈教禅がいる。いわゆる特に自会に厳しかったことで知られ、日本人初のチベット探検者でもあった、大爆州の川口栄会は、国内外の僧佳の境外化を批判し、僧籍を返還して、在家仏教を提唱するに至った。また、戦後は、政教分離の原則に基づき、先の大乗官布告の内容はすべて破棄されたので、近年では、 日本テイラワーダ仏教教会のように、神座部仏教も輸入、移植され、神座部の仏教徒として、愚足会を授けられて、その総賀の一員であるビクやビクニとなる、日本人も少数ながら出てきている。また、流蔵院、デプンゴマン学童日本別院のように、チベット仏教系の僧院も築かれて、その総賀の構成員であるビクや、ビクニもいる。さらには、台湾家教、このように、 現在は、神座部仏教系、大乗仏教系、密教系のすべての僧画が,が日本に存在し、それらの僧の指導に基づく各種の正式な戒律を学ぶことができる。また、事実として、規制の伝統仏教を離れ、神座部仏教や中国仏教、中国密教、チベット密教に基づく、日本人の正式な受会者の僧侶や仏教徒が、 尺尊に以来の流れである正当な戒律を新たに受け継ぎ真摯に活動している。こうして日本仏教においては平安時代の最長以降、戒律の解脈やそれをもとにした僧佳の伝統は基本的に途絶えており、具足会を受け持ちする出家者、修行者は他国の僧佳で受解したごく少数者を除いて、現代の日本仏教各宗派には存在しない。 それゆえ日本における既成の伝統宗派に、宗派は存在しない。しかしながら、現状を肯定する、新しい解釈によって、職業として儀式のみを行い、三景会や、愚足会、菩薩会、三マヤ会等の正式な戒律を一切持たない、伝統の宗派におけるこれらの装飾者と、男神とのみで構成される、在家教団を宗派とみなすべきであるという意見もある。詳細は、 四分律を参照中国、日本、台湾、朝鮮等の仏教において歴史的に広く用いられてきた律である。陸は250回を遵守する。現状において日本では完全に僧伽が消滅しているため、立宗などで仏教上の必要から実質的に受戒する場合、すでに中国大陸では僧侶はいるが文化大革命によって正しい解脈が途絶えてしまったため、 森会長に見られるように、海脈の残る台湾等から開始を将来する必要がある。会律の条項は以下の通りである。僧侶の規律として啓発がある。また、啓発した僧侶が、原続して髪を伸ばすことは蓄発という。近年、浄土真宗をはじめとして、寺以外に仕事を持っているなどで、蓄発の僧侶も見受けられるが、現代日本の伝統教団には一部を除き、 平安時代以降は、競技場、具足会を受ける習慣がなく、彼らは、厳密には、僧侶ではないので問題はないとも言える。ちなみに、小児度には、ラタブサボン氏は頭髪を伸ばして、それを頭の上で輪にして止めていた。しかし仏教では、僧は長髪を持たすべからず。二ヶ月もしくは二週間は許すと伝え、四分律では、王に髭髪を剃るべし。局長は、長さ両指。 もしくは二ヶ月に一反りする。これは、局長なりと記るし、重症率は、六軍備区が髪を止めてまかしめ、止めて長くしていた時に、髪を止めて、長から締めるべからずと解いた。ただし、人気のない、静かな場所で独重して修行する、臨時、そして時に、処備区変発ラタブさに加策して、仏書に着さして申して、ごとく、これはこれずだ単元法なり、願わくば、 ふっつよ調せ。ふっつごとく、なんじるべからず。これはこれ下道の方なり。もしゼのごとく、作せば、方のごとく直せと、四分律は時。ラタブザは、下道の髪型であるので、釈尊は僧に対して禁止されたと伝えている。それと、大衆部の律には、釈尊は、四ヶ月に一度、啓発をされたと伝承されている。ありがとうございます。